マルサンホビー動画チャンネルです。10月24日入荷の、商品の、ご案内をさせていただきます。まずは、30 Minutes Missions のシリーズの再販品からご案内します。こちらが、マルチブースターユニットになります。こちらの部品はいろいろこう、足に使ったり背中に使ったりと汎用性が高い、ものになっておりまして、改造パーツの、初期の方の一つになります。まあ、こちらの方が、作例の一つにはなるんですけれども、ポルタノバやアルトに使ったりとかしてます。中は、こういった、グレーの単色成形品になっています。で、こちらが、30 Minutes Missions の、オプションパーツセット1になります。こちらの方は、重機やさらに、装甲などをちょっとした部品が、含まれておりまして、こちらも改造パーツの一つになります。こちらにも、使用例がありますけれども、アルトやポルタノバなんかに使ったりしていますし、いろいろまた、他に出ているマシンにも使えます。で、こちらは中がこのような、プラパーツ成形になっておりまして、いろいろなちょっとジョイントパーツなども含まれています。でこちらも、30ミニッツのパーツで、オプションパーツセット2になります。こちらも、重機関係やちょっとしたこう、手に持つこう、なんかジェラルミンケースみたいな感じのものがついたりとか、あ、違う、これはアーマーの方ですね。ごめんなさい。アーマーがついたりとかしているものになっております。こちらにも使用例の一つが書いてありまして、様々な30 Minutes Missions や、他のシリーズですね、13MS に使ったり、今はガンダムの改造パーツなどにも使ったりしています。中がこのような感じになってまして、これが、グレー成形移植の、ジョイントパーツなどもいろいろ入って、汎用性の高い部品になっています。でこちらの方は、また30 Minutes Missions の、カスタマイズウェポンの、ガトリングユニットになります。こちらの方のガトリングガンはやはりこう非常に人気のある商品になっておりまして、ちょっとガトリング砲っていうのは男の子の夢みたいなところもあります。あとこの、方針の部分がいろいろ入れ替えることによって、ちょっとこうビームガンとかそういったのにも、こう変化させることが可能になっております。一応こちらの方にあるのが、作例になっておりますけれども、こういった、ガトリングガンとして使ったり、ビームのロングライフルみたいに使ったりとか、いろいろこう使用する幅が広い部品の一つになっております。こちらの方も中がこういった、グレー単色成形になっています。こちらは、30 Minutes Missions の、エグザビークルシリーズの、エアファイターの、ホワイトバージョンになっております。こちらの方はよく、背中にこうつけたりとかして、こう、飛行能力をこう作るパーツとして使ったりします。一応こういった、作例がいろいろありますけれども、これ単体でこういう、飛行機状態で使ったりとか、マシンに使って、こう、空を飛ぶ機械にしたりとかすることができます。あと中にはこのようなパーツになってまして、こちらの方は白いパーツと、青いパーツとで入っております。こちらも30 Minutes Missions のシリーズになります。エグザビークルの装甲突撃メカバージョンになります。こう卵型のちょっとかなりシンプルな、ロボットになっておりまして、もうこれでもうガンガンこう攻めていくような感じの、ちっちゃいロボットになります。こちらの方が、中の、プラモデル組み立てたものになっているんですけれども、あとの部分はこういった風に分解して、こう、ロイロイになったりとかします。中はこのような感じになっておりまして、シールや、グリーンのパーツ、あとは、関節のグレーのパーツなどが入っています。あとこちらの方が、30 Minutes の、CL の場用の、ウェポンセットになります。こちらの方には、これ銃関係や、あと、こう斧や槍のような武器が入ったりとか、頭部につけたりする、こうレーダー等のこうオプションパーツなどもこう入っています。こちら袋入りになっておりますが、こういった使用例が一つありまして、中のパーツはグレーの単色成形になっています。こちらも30 Minutes Missions の、カスタマイズウェポンの戦国兵装になります。こちらの方は、ちょっと日本のこう戦国時代の、雰囲気をちょっと醸し出したような、武装のセットになっておりまして、槍やこう三つ股の槍タイプ、あと刀などが入っており、こういったちょっと銃関係のパーツも入っています。一応こちらが一部使用例になっておりまして、中の方がこういうやっぱ単色成形のグレーになっております。こちらも30 Minutes Missions のパーツになります。こちらはカスタマイズマテリアルのチェーンパーツとマルチジョイントになっています。こちらチェーンの方が、金属製とプラスチック製と2種類入っていまして、様々なちょっと形をしたジョイントがついてます。このジョイントを使って、こう、いろいろ他に発売されているパーツなどをこう、くっつけたりすることが、できるようになっておりまして、一応こちらの方の、
ちょっとここがジョイント大きく書いてありますけれども、まあこういったものを使って、こうカスタマイズする楽しみがあります。チェーンは、まあこう、ハンマーとか、あとこう草、鎌みたいな武装とかにちょっとくっつけて、遊んだりすることがいいと思います。あとこちらの方が、機動戦士ガンダム水星の魔女シリーズに登場しますガンダムファラクトになります。まあ、こちらの方は、こう、ガンダム系の、モビルスーツになりますので、こう、ガンビットとかが、こう、装着している、こう、遠隔機械がついています。で、こちらの方が、メーカーで塗装組み立てしたモデルになっておりますけど、まあ、ファラクトの、こう、第一期に出てきたタイプなので、こう、ロングレンジライフルタイプ、あと、ここの、部分に、こう、スタンビームを発射する、ガンビットが、各、2個ずつ入って、こう、2つに分かれて、こう、光線を出すっていうような感じになっています。あと、別売りのウェポン、を飾るこうディスプレイスタンドがあればこういった風にちょっと展開した状態も再現できるようになっています。一応こちらはこちらの方がこうそのキットを組み立てて墨入れしたモデルになっておりますけど、割とこう細身のシンプルなデザインがまあこの水星の魔女系は多いと思います。でファラクトはいろいろこう稼働する部分が多くてですね、こういった後ろ、ここのバインダーとかが、こうキュッとこういう風に動いて、閉じたりとか、あとここの肩のブースターが上がったりとか、で、この、ここの部分は、バックパックにくっついてるので、これ単独で動くようになります。で足なんかもこう後ろのところがこうぐわっと広がったりとか、こういういろいろな、細かいアクションが、たくさん入っておりますので、作ってても、結構楽しい機体の一つになります。こちらは久々の再販になります。ガンダムビルドファイターズに登場します。ビルドストライクガンダムフルパッケージになります。こちらは、ストライクガンダムをベースにしてカスタマイズしたモデルになっています。でこちらがメーカーで組み立て塗装した見本のモデルになっておりますけれども、この背中のビルドブースターをこう装着することもでき、まあ、単体で、活用することもできます。武器もいろいろこうライフルとかも入っていますし、シールド、ビームサーベルも含まれております。中の方の機体パーツはこのように色分けされておりますので、そのまま作ってもイメージに近いように仕上がりができるようになっております。でこちらが、同じくガンダムビルドファイターズに登場します、スタービルとストライクガンダム、プラフスキーウィングになります。こちらのモデルは先ほどの、ビルドストライクガンダムのさらなるカスタマイズしたモデルになっておりまして、プラフスキー粒子の、こう、活用がすごくこう、されるようになって、そちらの方に合わせた改造がされているモデルになっております。背中の、こちらが、メーカーが組み立て見本の写真になっておりまして、背中の、ユニバースブースターも取り外しができるようになっております。さらにはこの、後ろの、パーツから出るエフェクトの、こう、クリアブルーのパーツもついております。で中の部品はこのようになっておりまして、こういったクリア部品や、こちらの、赤いパーツ、エフェクトパーツ、いろいろこういった色が分かれておりますので、そのまま組み立てても、パッケージイメージに近いように仕上がりになってます。でこちらは、久々の入荷で、ガンダムビルドファイターズトライの、次元ビルドナックルズ、丸になります。こちらは、イメージ的にはどちらかというと丸指なので、ジオン系の方に、使う方が多いですけれども、こういういろいろなグー、開き、パーなどの、パーツがたくさん入っていますので、まあ、その時のこう、ポージングに合わせていろいろ選択することができます。一応こちらが、装着例になっておりますけど、まあ、今手持ちにある、こうガンプラに使ってみてください。その中の部品はこういった風なグレー単色成形になっています。でこちらの方が、同じくビルドファイターズの、バーツになりまして、ユニバースブースタープラスキーパワーゲートになります。こちらは先ほどの、スタービルドストライクガンダムのプラスキーウィングのパーツについてます。この、モデルのさらにちょっとパーツを、足したバージョンになっておりまして、その足したパーツはこの黄色の、クリア部品になっております。ですので、まあ、今までこう持ってたこうガンダムに使うことも、可能ですし、他のガンダムに装着してちょっとカスタマイズすることもできます。で中の、部品の方がこういった風になっておりまして、こういう、クリアピンクのパーツや、こうイエローのこの、部品なども入っていますので、非常にこう、見た目も鮮やかになりますし、こちらの方には、専用の台座の方もついています。
ちらも、久々の入荷の、ビルトファイターズ系の部品で、ジャイアントガトリングになります。こちらの方は、ガトリングガンなので、やはり、男の子の夢が詰まった、武器になりますけれども、方針や、パーツの組み替えによって、いろいろな、組み合わせができるようになっています。一応こちらが使用例の一つになりますけれども、手に持たせたり、体に固定で装着したりと、いろいろ工夫ができる部品になってます。あと中の、パーツがこのような、グレー単色成形の部品になっております。で次に、ご紹介しますのはこちらが、機動戦士ガンダムの、144分の1ガンキャノンになります。こちらは以前出てたあのガンキャノンを、リバイブしたモデルになっており、さらにスマートで、関節の、可動域を広くしたモデルになっております。でこちらの方が、メーカー塗装を組み立てしたモデルになっておりますけど、キャノンは当然のことに稼働しますし、武装としてはビームライフルがついております。さらに、ガンキャノンの、特徴としたこういった伏せ打ちができるように、できるように、体の関節が非常に増えているのも特徴の一つです。で中の部品がこのようになっておりまして、赤や白やグレーなどの色分けになっておりますから、そのまま塗ってもパッケージに近い、ようにできるプラモデルキットになっております。でこちらも久々の入荷になります。機動戦士ゼータガンダムに登場します、ジオになります。こちらはパプテマスシロクが登場した、モビルスーツになっておりますけど、非常にちょっとずんぐりした特徴的な形が、特徴にはなっております。でこちらが、メーカーで組み立て塗装したモデルになっておりますけれども、ジオというとやっぱりこの前側のスカートパーツに隠されたこの隠し腕が一つ の特徴にはなっております。で中の、部品が、こういった、機体自体が大きいので結構色たくさん部品が入っておりますけど、こういったビームサーベルのエフェクトや、本体の黄色いパーツやポリキャップ、こういったものが入っています。あとこちらの方が、そのジオの方を組み立てしたモデルになっておりますけど、こちらの方は墨入れとトップコート武器、あと一部にちょっと着色してはいますけれども、作れば大体このような感じに仕上がるようになっております。非常にちょっとなんていうんですかね、大きい、武骨な、ちょっと形になっているのが、一つのこのデザインの特徴にはなってるんですけれども、なんかイメージ的には、ドムを彷彿させるような、ちょっと下側に大きくなっていくイメージがあります。で、ここにあるのが、隠し腕ですね。これの方は、関節としていろいろ動く部分がついてますので、割とフレキシブルに、動くことができます。こちらの方にも入ってますので、両方こういうふうに広げて、展開するっていうことも、できますから、これも組み立てて、いろいろ楽しく遊べるガンプラの一つになっています。あともこちらの方が、アクションベース2の、グレーのタイプになります。こちらは144分の1スケールを飾るのに適した、スタンドになっておりまして、ちょっと立たすのに不安定なモビルスーツとか、ちょっと空中戦で戦っているようなシーンを作るときには、これがあると非常に便利になります。一応こういった先ほどのジオもありますけれども、いろいろ中にパーツも入ってますので、ちょっと改造しないと使えない一部の、ガンプラを除き、ほぼ144分の1に使用できるようになっております。で、これで、こういうふうに支えるようにして、ちょっと空中で戦っているっていうようなシーンが、を作ってみてはいかがでしょうか。はい、これで本日入りました商品の紹介は以上になります。お客様のご来店をお待ちしておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。